セルフィオリコは、スペインアンダルシア州セビリア出身のサッカー選手。パリ・サンジェルマン FC 所属。ポジションはゴールキーパー。2006年に、セビージャ FC のカンテラに入団。2011年に B チームのセビージャアトレティコに昇格し、2014から15シーズンにトップチームに昇格。当初は、ベト、マリアーノバルボサに次ぐ、第 3GK の立場だったが、 シーズン開幕して間もなく両者が負傷した関係で、セルフィオリコにチャンスが回り、2014年9月のヘタフェ CF 戦で、念願のトップチームデビューを果たし、見事にニカラレーで完封勝利。その後ベトが復帰したものの、シーズン後半戦からは、セルフィオリコが政治家に入り、チームは2年連続で UEFA ヨーロッパリーグに決勝進出。決勝戦で、 FC ドニプロに勝利し、ヨーロッパリーグ連覇に貢献した。その後はレギュラーを務めるなどと活躍したが、トマーシュバツリークにポジションを奪われ、控えに降格。2018年8月9日、フラム FC に1シーズンのレンタル移籍。しかし、ここでも、マーカス・ベッティネ・リとのポジション争いに敗れ、第 2GK に止まる。2019年9月1日、パリ・サンジェルマン。 FC へ2020年6月30日までの買取オプション付きのレンタル移籍。2020年9月5日、パリ・サンジェルマン FC へ完全移籍し、2024年6月までの契約を結んだ。カンテラ時代にもユース代表に選出されたことのなかったが、2015年5月の UEFA ユーロ2016予選でスペイン代表に初招集される。 ありがとうございます。